皆さんこんにちは。ハラルジャパン協会の広報の土岐です。このチャンネルではハラル認証商品の紹介をしています。今日は、フーデックスで東京ビッグサイトに来てます。こちらね、ハラル認証商品を、並べています。岐阜県のハラルチャレンジプロジェクトのブース5E707 で4日間フーデックスやってますので、ぜひ、こちらのブースに遊びに来てください。今日はですね、山宮さんのハラル認証商品の紹介をします。こちらどういった商品なのか教えてください。はい、ここにも書いてある通り、昔から飛騨地方と岐阜県の北部で作られて親しまれている栗寄せをパッケージにしてます。そしてこれがコシアンに栗がいっぱい入ってます。結構これが美味しいです。あんこと栗の食感の違いで、滑らかなあんこにサクサクな栗が入るんで、すごく美味しいです。それとくるみ寄せ、これ2種類入ってまして、これがあんこ、これが抹茶あんになってます。これも見た目パッケージはこんな感じです。中は日本のハラル認証はこちらになります。こんな感じです。これもくるみが、入ってまして、あんことくるみの食感の違いで、滑らかなあんこにくるみもサクサクっと入って、すごく美味しい商品です。これハラル認証全部通ってますので、今実際マレーシアとかシンガポールのドンキホーテさんにも輸出されてますので、今後もっと輸出も増やしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。あと国内ではどこで売ってますか？はい、国内ではあの我々の飛騨高山って岐阜県の北の方にある観光地なんですが、飛騨高山に来ていただければいっぱい並んでますので、ぜひ飛騨高山に遊びに来てください。お待ちしてます。今日は、山宮さんのくるみ寄せとこのみ寄せのご紹介でした。ありがとうございます。ありがとうございました。